はい、レッスン4ではコードの基本形と展開形の違いについて見ていきたいと思います。まず基本形というのは、前回レッスン3でやったように、まず右手必ずルートから始まってサードフィフスを足すというやり方です。で、これだとですね、前回の少年時代の冒頭を使うと A、E、C シャープ、F シャープマイナー、右手がすごく動いたのを気づきますか？これだとですね、実際歌をこうやって夏が好き風と歌うんですが、弾き語りの場合だとメインは歌になるので、あの歌のバックの後ろとしてはちょっとですね、強すぎるんですね。それはどういうことかというと、この一番上のコードの上の音、トップノートというんですが、トップノートが動きすぎるので、それがですね耳についちゃうんですね。で、主人公は弾き語りの場合は歌のメロディーになりますので、コードはそんなに大きく変わったという雰囲気を出したくないわけです。なぜなら脇役だからです。ということは名脇役に徹してほしいわけですね。そこで登場するのが展開形の考えです。 A コードから E コードをこっちに行くのではなくて、E コードをこう行くわけです。そうするとさっきの夏が好きと聞こえたものより、夏が好きコードがですね、トップノートがほとんどというよりは全く動いてないので、聴いてる人にはメロディーがちゃんと聞こえるようになるわけですね。ということで弾き語りはですね、基本形の連続を使うということはほとんどありません。ですので、この展開形の方法を学び、展開形でをつなげていくやり方をここでしっかり覚えてみましょう。まず A コード、 A コードの場合はルートが A、サードが C シャープ、フィフスが E となるわけですが、この A コードというのは実際にルートから始めなくても、サード、フィフス、ルート、もしくはフィフス、ルート、サードと押さえてもどれも A コードです。ということはですね、それは全てのコードにおいて同じことが言えますね。 E コードの場合、基本形がこのルートから始まり、ルート、サード、フィフスの E、G シャープ、B となるわけですが、これをルートから始めるのではなくて、サード、そしてサード、ここから始めると上がっちゃうのでオクターブ下げると、そうすると G シャープ、B、E というか、フィフスから始める場合は B、E、G シャープとなります。というように、全てのコードに展開形というのが存在します。今はまず3和音だけにしましょうというふうにやってますので、3和音でしたら A の場合、基本形が基本形1、そして展開形サードをから始める場合、フィフスから始める場合ということで、3和音でしたら全部で3通りあるはずですね。これを常に考える癖をつけてほしいですね。そしたら、今回 A から E のコネクションになるわけですが、 E に行くときにここに行くのではなくて、サードから始める E。 なぜかというと、コードのトップノート、これがさっきみたいに動きすぎると耳をそこに奪われちゃうんですね。ダーンダーンダーン
聞こえてしまう。しかしメインはボーカルなのであまり目立ってほしくない。ですので基本、展開系の作り方の、基本はですね、一番上の音、トップの音をできるだけ動かさない、そういうコネクション方法を見つけるということがポイントになります。ですので A からだとトップが今 E コ、E の音になってますので、これがトップに来る E コードがないかと考えるとサードから来るパターンですね。サード、フィフス、ルートと、こうすれば全く E から動いてないので綺麗な展開ができました。そして次 C シャープですね。 C シャープセブンスのところは C シャープ3音にするので C シャープになります。基本形は C シャープ、F、G シャープです。しかし今トップの音 E にいましたので、一番近い音とするとサードの F がありますね。そうすると C シャープオクターブ下げて考えるとフィフス、ルート、サード、このボイシブが見つかります。そして F シャープマイナー、F シャープマイナー基本形は F シャープ A、C シャープになりますが、これまず一応オクターブ下げましょう。そしてトップの音 C シャープのところで F に来ていたので、一番近いものとすると F シャープですね。となると一番下がマイナーサードの A、 そしてフィフスの C シャープ、ルートの F シャープということがわかります。まずこの4つのコードをやってみますね。 A、 E、 そして C シャープ、そして F シャープがなります。トップの動きだけで見ると最初の A コードが E に、そして E コードも E、そして C シャープは F、 そして F シャープマイナーは F シャープ、綺麗な流れですね。ほとんど覚えてない。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。これぐらいの動きでしたら、ボーカルを邪魔することはなくなります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。なかなか最初はですね、この考えが、難しくて展開系は難しいものだと、思ってしまうんですが、展開系の場合は必ず、まずは基本系を探し出す。そして基本系を探し出したら、3話の場合だったら3通りあるので3通り書き出してみることです。そして3通り書き出してみて、一番前のコードのトップの音とつながりがいいコードを探す。これを訓練していくことで、コードを見ただけで展開系がすぐに出てくるようになります。その時にはですね、最初は苦手だと思いますので、しっかりとノートなどに何の音、このコードは何の音なのかということを、記入しながらやっていくと上達が早いと思います。ここまで来るとちょっと難しくなるんですが、考え方、レッスン1でやったベース音、そして
してサード、メジャーサード、マイナーサードの探し方、そしてフィフス、そして3音が完成したらそれの展開形、展開形が完成したら展開形から展開形を使ってコネクションしていく方法、これを、皆さんの自分の力でやること、これがすごく上達につながっていきますので、ぜひやってみてください。これから、いろいろなコード進行で実際に今のレッスン1でやったベースのみ、もしくはサード、右手2音、そして右手3、1音の基本形だけの弾き語り、そして展開形を使った弾き語りなどを様々な例で説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは失礼します。